こんにちは、推しカプチャンネルです。今回は狼と香辛料第9話を語るという内容になります。いくらかネタバレを含む内容になっているのでご了承ください。では本題に入ります。推しカプ組合に属している証明書をタランティーノ館長に書いてもらうロレンス。外で待っているホロについて聞かれれば、言うなれば投資とややはぐらかして答える。話題変更とばかりにノーラの仕事を紹介できないか話を振ると、羊飼いの娘ならやめておけと注意を受ける。似たようなことを考えた人は大勢いたが、彼女に護衛を頼む人はいなかった。教会によく思われていない彼女に関われば面倒な問題に巻き込まれてしまうから、ノーラはいかにもロレンス好みの娘だとからかわれたところで、証明書をもらって外に出るとホロがナンパされてた。可憐なバラの花だと言われたらしい。よくそんな口説き文句を口にできたが、宿に向かっていると召喚内での会話を聞いてたらしく、随分とノーラを気に入ったんじゃなとホロからチクチク言われる。ワッチはただ投資されているだけというのに、しょんぼりする彼女に動揺し真剣にフォローすると、ちょっとからかったつもりだったらしいが、思わぬ反応に喜ぶホロさん。しかし口だけではなく形で見せてほしい。背を向けながらシリアスに言う彼女に、わかった、桃の蜂蜜漬けを言いかけたところで、ホロの耳がそわそわと動いたことに気づく。桃の蜂蜜漬けをおねだりする策略だったことに怒るが、でも可愛かったじゃろ。そう言われて言葉に詰まってしまう。はい、とても可愛かったです。ただまあ主の方が可愛かったがの。付き合いきれないとばかりに歩き出すロレンス。小走りで追ってきて、怒らんでくれれと笑顔で言う彼女に降参すると、はぐれないように手を握ってもいいかと言ってきた。仮にはぐれたとしてもホロなら宿にたどり着ける。だから単なる口実だとわかっていつつも、しっかりと手をつなぐのだった。この二人ラブラブすぎんか。荷馬車に乗り、ブグを乗せてレメリオ商会に向かう。商会というには暗い雰囲気を漂わせていたが、少しすると中から人が出てきた。別段急ぎというわけではないのでまた来る。商会を後にしようとすると、なぜかロレンスの名前が呼ばれる。ラトペアロン商会からブグを持ち込む予定だということまで把握しており、なぜ知っているのか聞けば、ラトペアロン商会はレメリオ商会に再建を譲渡した。この一言で顔を手で覆ってしまうロレンス。ホロは何が起こっているのかわからないでいると、レメリオ商会の男が答える。北の大遠征がなくなったことによりブグは大暴落した。今やブグの価値はないに等しい。つまりラトペアロン商会にはめられて破産してしまった。冷や汗を流し愕然とするロレンス。さっきまでのイチャイチャからの落差がエグすぎる。推しカプ。レメリオ商会への借金の金額は47ルミオーネと1/4。ちなみに1ルミオーネあれば3ヶ月は暮らせるほど、つまりあれば10年以上暮らせる金額を返すことになり、期限は2日後と言われた。きっちり返してみせると単価を切ったものの、さすがに顔色が悪いロレンス。ホロから逃亡を提案されるが、商人同士の情報網は神の目に等しい。まだ仕切り直しは可能だと強がると、いよいよとなれば麦の力を使ってでも助ける。最後の最後には頼る者がいる安心感。どんよりとした様子に笑顔が戻るのだった。これからどうするのかといえば、まずは老苑商業組合に戻ってみることに。だからホロは宿で待っててくれ。言い終える前に足を踏んづけられた。旅の連れが苦境に立たされているのに、宿でのんびりするほど不義理に見えるかと怒られるが、召喚はいわば商人の故郷。故郷に女を連れていくという意味がわかるだろうと言っても、いっそ恋仲とでも言えばいいと睨まれた。心配してくれているというのは伝わるので、結局ロレンスが折れて連れていくことになった。再びタランティーノ館長と面会し、ホロのことは商売上の付き合いと説明すれば、今までの経験から詳しくは聞かないでくれた。サンキュータランティーノ館長。ということでここからが本題。ロレンスは欲をかいて失敗した。詐欺にあったわけでも強奪にあったわけでもないので、組合は助けることができない。ロレンス自身そのことは承知している。分かっていたこととはいえ厳しい現実に手が震えるが、協力できることがあれば協力する。危機の時だからこそ見える思わぬ抜け道もある。精一杯あがいてこい。温かいエールを送られ、必ず返済してみせることを誓うのだった。組合を出て、これからどうするかというと、借金には借金を。ということで知り合いの商人を訪ねるが、こちらも状況が厳しいとのことで断られる。まだまだ他があると気落ちした様子もなく、次なる宛てへと向かう。しかし次々に断られ、気も暮れていき、中にはなぜか水までぶっかけてくる人までいた。
そこまでするかね。次第に余裕もなくなっていく。市場はすでに閉まった時間だが、次の知り合いへ。商人同士のつながりにより、あちこちで借金を頼んでいることを知られていた。商品の暴落など加味でなければ予測は無理というもの。それを頭から責めるのは酷というものだ。救いの光が見えた気がしたが、他人の情けを頼りに金を借りようとする最中に女を連れ歩いて、バカにするのもいい加減にしろ。言い捨てられると扉は閉じられた。言わんとすることはわからんとまで言わないけど、ちっちゃいな。無言でその場を立ち去るロレンス。顔が真っ青になった彼をホロが心配し、彼の腕を取ると、腕は振り払われ、お前さえ。そう怒鳴りかけたところで、悲痛な様子の彼女を見て自分の過ちに気づいた。宿に戻っとる。小さくそう言って離れていくホロ。自分の行為が裏目に出てしまっても当惑することなく、ロレンスを気遣う風にしてくれた。そんな彼女にしてしまった仕打ちに、ただただ壁を殴り後悔することしかできなかった。これで第9話は終了。冒頭のイチャイチャっぷりから一転、嘘のように深刻な状況に。温度差で風邪ひいてしまうわ。推しカップ。ということで、狼と香辛料第9話を語るという内容をお送りしました。果たしてロレンスたちはこの危機から抜け出せるのか。コメントはいただければほぼほぼ返しますので、皆様の熱い作品愛などを聞かせてください。チャンネル登録、高評価、コメントも何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。